Google アカウントを設定する方法をご説明します。 Google アカウントを設定すると Gmail、Play Store などの Google 社のアプリを利用できます。初回起動時に Google アカウントについての画面が出ます。初回起動時に設定しなかった場合はアプリ一覧から Play Store などの Google サービスのアプリをタップします。新しいアカウントをタップします。Say May を入力し、右下の矢印をタップします。任意のユーザー名を入力し、右下の矢印をタップします。パスワードを入力します。パスワードの登録間違いを防ぐため、パスワードの再入力にもう一度先ほどのパスワードを入力します。右下の矢印をタップします。パスワードを忘れた場合の質問と回答、予備のメールアドレスを入力して、右下の矢印をタップします。Google プラスに参加する画面では、今は設定しないをタップします。続いて内容を確認し、右下の矢印をタップします。認証中の画面が表示されたときは、画面に表示されている文字を入力し、右下の矢印をタップします。必要に応じて Google Play のクレジットカード設定を行います。設定しない場合は、後で行うをタップします。Google アカウントを使用してバックアップするかどうかを選択し、右下の矢印をタップして完了です。